不活性状態の M19 追戦車地雷。この地雷の重量 12.56kg のうち金属は 2.86g である。非金属性地雷とはその構造に金属を極力含まないように設計された地雷である。典型的には金属性部品は爆発を引き起こす新幹機構の内部にしかない。非金属性の地雷には対戦車地雷と 対人地雷の双方が存在する。金属をほとんど全く含まない。例えば1ム未満の金属しか含まない地雷も存在する。非金属化は作薬をプラスチック、非ガラスの筐体に収納し、スプリングや激震、シアーピンのような金属以外で大体いい困難な数個の部品に新幹に含まれる小さい金属製部品を極限化することによって達成される。 非金属製地雷は在来型金属製地雷探知機を用いて探知することは極めて困難であり、普通ロボット型周期センシング装置42、グラスミーネ43、トップフミーネを含む。これらの設計は1940年代の金属探知機では探知が困難、または不可能であった。非金属製地雷は長年にわたって様々な地雷が 多くの国で生産された。比較的近代的なものとして、M19 追戦車地雷、トママイナス3、PRBM-409 対人地雷、そして PMA-2 や PMA-3、VS-50 が挙げられる。1970年代から1993年まで、イタリアは非肘性地雷の生産において、世界でも頂点にいた。 イタリアの3つの地雷製造者が1980年代初頭までの非金属製地雷を生産していた。ボールセラマッカーノテクニコスパは VS-50 と VS マーク2を生産した。ミサール SPA は SB-81 と SB-33 を生産した。テクノバーイタリアのナ SPA は TS-50、TC3.6 と TC ロック地雷を生産した。稀ではあるが、何種類かの地雷は金属を一切含まない。そのような地雷は金属を一切含まないため、金属探知機で発見することはできない。典型的な非金属地雷は、プラスチックの筐体と摩擦にエビンな非光学的液体とガラスこの混合物が入ったガラスかプラスチックの小瓶からなる新幹を含む。圧力板にかかる。 下向きの力がプラスチック製シアーピンの破断応力を超えると肘性激震が動くようになる。激震が可塑性プラスチックのフォーシングコーンによって押し下げられ、そして激震がある時点で反対側へ非常に速い速度で解放される。集中された圧力がそのように直接にガラスの小瓶に伝達され、それを破壊する。あるいはシアーピンが壊れると 新幹の圧力が下向きに弾くよう設置された、プラスチック製皿ネに伝達され、肘製の先細りの針をつき、摩擦に鋭敏な非光学的混合物を覆う薄い、プラスチックの膜を破る。どちらの方法にせよ、この動作によって起きる発火が雷管を起動し、隣接する補助策略を作動させ、それが主作薬を爆発させる。ありがとうございます。